さあ始まりましたミューリンラジオのお時間です。今日は昨日の続きのユーミンと歌ったエピソードをお話ししていこうと思います。昨日の前編は概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてくださいね。ということで2年前の話なんだけど、毎年恒例のサーフ&スノーっていう新潟県で行われるユーミンのライブに行ったんだけど、一定の期間同じ場所で何公演か行われて、1公演につき3人だけリクエストができるっていうリクエストコーナーがあるんですよ。で、私が行った時には1人目が関係者席の方でスポーツの選手の方だったのかな。そして2人目がすごいね、癖の強いというかトークを聞いてて芸人さんかなっていうぐらい話が弾んでた男性の方だったのよ。そして私は3人目に当たっていただいたわけなんですけれど、ステージに上がる道でもちろん感動してたんだけど、一番頭のど真ん中にあったのは2番目の男性のインパクトが強すぎて、私でいいのかめちゃめちゃ心配したっていう謎の心配をしてたんだけど、まあそんなことはどうでもよく、ステージに上がって自己紹介をして、ユーミンも客席の皆さんも私が大分から来たってことと、私が13歳っていうことにめちゃめちゃびっくりしてたんだよね。で、私は何をリクエストしたかっていうと、ミステリアスフラワーっていう曲なんだけど、なんでこの曲をリクエストしたかっていうと、ロードショーっていうアルバムの中の2曲目がその曲だったんだけど、私が5歳の頃くらいにその曲が好きすぎて、ユーミンが好きなお母さんもさすがに飽きるくらい車に乗ったら永遠とリピートしてたわけなんですよ。その曲をきっかけにユーミンを目指し始めたっていう部分があったから、その曲を選んだんだけど、その理由をねユーミンとお話ししたりして、そして曲自体がピュアな恋物語みたいなところがあって、だから恋をしたことあるのみたいな話をユーミンに振られたわけで、私恋したこととかその時全くなかったから、それがないんですよねみたいな、でもユーミンの曲みたいにキュンキュンしてみたいですよねみたいなことを言ったら、そしたらユーミンからも客席の皆さんからも謎の歓声がウォーってきてそれからユーミンにじゃあ一緒に歌おうって言っていただいて、一緒にステージで神様のような憧れの方と神様のような存在の伴奏で歌うことができたっていうお話です。その時のね歌詞カードがこちら、ドン。はい、そしてチェキを取ってもらったりして、人生で一番幸せな時間と言っても過言ではないですね。本当にありがとうございました。ユーミンとのトーク中にね、絶対シンガーソングライターになってみせますってステージの上で言っちゃったので、もうなるしかないよね。ライブが終わった後のホテル内ですれ違う方のほとんどに、あ、ミューちゃんじゃん、わ、頑張ってねって声をかけていただいて、こんなにたくさんの温かい方々に応援していただいているユーミン、すごいなって改めて思いましたね。そんな素敵な経験でございました。ユーミンファンの方々のような素敵な方々が私の周りには今たくさんいます。そんな方々がね、これからの私の活動でどんどん増えていくことを願っております。ということで、後悔はね絶対させませんので、これからも応援よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。お相手は菊池美優でした。バイバーイ。